目の前広がる世界を悲しみ楽しみながら生きてく。ということで皆さんこんばんは。シンガーソングライターをやってます安田亮馬と言います。ですね、現在YouTube の登録者の方が400人台、500人は行ってないんですよね、まだ。だけどこんななんか全然誰にも知られてないこういう状態でなんかこういう話とか自己紹介的な動画ってどうなのかなとか思ったんですけど、まあ今年はもっとこの YouTube 通して発信していきたいなと思ってて、どんどんいろんな人に見てもらいたいしって思ったら、まあ最初のうちにこの少ない人数のうちにこういう動画を上げとくのもいいかなと思って撮ってみてます。今までですねライブを中心に活動してきたんですけど、1年ちょっとぐらい、今自分の地元の徳之島に戻ってきて、で音楽制作をメインに、やってきて、曲もどんどんね作って生まれたりして、それを形には最近できてきてるなってい こう自分のペースが見えてきたなっていう感じなんですけど、まあ、10年以上ライブ活動を中心の生活をやってきて、本当多い時で年間100本以上のこうステージ立たせてもらったりとかして、大小含めてなんかすごいたくさんの人に会えたし、いろんな考えとかも共有できて、やっぱりそんだけたくさんやるってことはやればやるほどちゃんと自分で勉強して改善点を見つけていったら、絶対そのスキル自体は上がるわけじゃないですか。楽器にしてもそうだし歌にしてもそうだし、で上がっていくのは必然というか、まあ絶対必要なことだと思うし、すごいそこら辺の勉強をたくさんさせてもらったと思うんですよ。自分でレコーディングもできるようになったし、でもまあ10年ぐらいやってきてなんか変わってないことがあって、それって自分の音楽をこう必要としてくれてる人の数がすごく少ないんですよ。今は見ての通り、僕の曲とかもさ、僕の存在とかもやっぱり知らない人ばっかりじゃないですか。だからなんかなんていうの、有名になりたいとか有名になれたらいいなとか昔はそういうことも思ってたんですけど、今の僕が思う考えとして、音楽歌っていうのはこれからも自分の人生には切っては切れないものだし、多分なくせないっていうか、いろんな形でこうついてくるというか、一生付き合っていくものだと思うんですね。でそうなった時にもちろん演奏するの楽しいし歌うの楽しいし練習自体もすごく楽しいんですけど、曲作りも。だけどやっぱりこう誰かに聞いてもらいたいっていうか、なんか人の助けになったり、その発信する側と、そして受け取る人がいて、その受け取る人がなんか感動してくれたりとか、めちゃくちゃ楽しいと思ってくれたりとか、なんか自分の曲音楽を必要としてくれる人にもっとたくさん出会いたいなっていうのを思ったんですよ。ライブ会場に行っていろんな場所で歌っ
はしてもらったけど、自分のことを、自分の音楽を必要としてくれてる人ってこの現場に何人いるんだろうなっていうところもめちゃくちゃあったし、結構お店とかで歌うことが多いから、そのお店の力を借りてそこにいるお客さんたちを相手にすることもあるし、でもそれってそこにいる人たちであって僕の音楽を聴きに来た人たちじゃないっていう現場がすごく多いんですね。それってやっぱり自分の問題だし、自分のお客さん、自分のファンがいないっていうことだし、だからその物ってなんか商品とかもそうですけど、すごくいい商品、価値がある商品でも誰も知らなかったら社会的な価値がなかったり、やっぱ人の手に渡ってから意味が出てきたり役に立つわけじゃないですか、それを目的に作ったものだとしたら。やっぱり音楽もそうだと思うんですよ。いくらいい音楽とか作ったとしても、やっぱそれを聞いてくれる人がいないと、聞いてくれる人たちがやっぱり多くないとたくさんの人にはこう伝わらないよねっていう。だからそう考えた時に、なんかもっと本当にね、仕事もそうだと思うんですよ。人生生きてる中で絶対仕事ってみんなしてるし、生きてる限り誰かに迷惑かけることもあったり、だけど誰かを助けることがあって、で仕事もそうで、誰かが助けてほしいことがあるから、それを自分にできることで補うから、それに対して対価として今お金っていうのをもらって、でそれで成立するわけじゃないですか。でそのお金を渡した人もそうだし、誰かの助けになってお金を得て、でまたその先の人もそうだしっていうのをずっとこう繰り返していって、こう世の中っていうのはこう成り立っていくわけじゃないですか。でそう考えた時に、自分の曲音楽って誰かのために役に立ってんのかなっていう、まあ、心の底から応援してくれてる方ももちろんいるし、今頭の中にめちゃくちゃ浮かぶし、だけどもっとそういう人たちとつながりたいし、そういう人を増やしたいって思ったんですよ。なんか自分の音楽をやっててやりがいを見つけたいし、どんどんそのライブとかもしてったらそういう人たちで溢れていって、なんか互いに切磋琢磨っていうか、いい空間ができると思うんですよ。僕も歌いがい、作りがい、パフォーマンス、ライブしがいがあるし、お客さんも聞きに来てくれるっていう、待ってたよっていう、そういう空間って全然この10年できてないなっていうのがあって、そうなったら、まあ別に大手でもないし、その俺は一個人としてしかやってないからすごく力は弱いし、でそうなったら何が必要かって、今何ができるかって言ったら、やっぱり YouTube に知ってもらうための動画を、歌の動画を、音楽を通して発信していくことかなと思って、で今年はまあそういう活動をしようと思ってます。なのでまあ今500人もいない、まあ、あの弱小の YouTube のチャンネルですけど、まあ音楽を通してなんかどんどん大きくなっていきたいなと。なので、まあ、まとめると、今年は、この YouTube を通して、たくさんの音楽を発信していって、より多くの人とつながって、自分の音楽を必要としてくれる人たちにたくさん出会えるような、努力というか、活動をしていきたいと思っておりますので、ぜひよかったら、見てみてください。ということでありがとうございました。また今後もよろしくお願いします。ヤスレモでした。暗くなってきたな。目の前広がる世界を悲しみ楽しみながら生きてく。
旅をする。